中で左サイド宮崎小林はそのままでした。まあ、怪我人も戻ってきて、もう90分通してのサポーターの声が一層大きくなりました。前半45分キックオフです。足元しっかりとつないできます清水です。勝利を届けるか。体を張った甲府、ファーサイドクロスが入る。住吉乾からの折り返し決めました。住吉3この位置です。小林からのクロス、今津がフリー。体を張って守るか。今津のファウルの判定。そうですね、2枚目ですね。今津にイエローカード、この試合2枚目。セカンドボールは甲府に落ちた。ここで試合終了のホイッスル。オフサイドですね。オフサイドの判定の後、試合終了のホイッスル。清水エスパルス3試合ぶりに勝ち点3。